こんばんは、山田と申します。さあ、今回はですね、何をやろうかというとですね、もうここに書いてあります。ほんとね、君もクレーマーになろうってことでですね、世の中いろんなクレーマーがいるじゃないですか。もうさ、クレーマーとかいろいろいるじゃないですか。まあまあ、散々迷惑をかけますしね、場合によってはね、私の知ってるところに行き店舗ね、潰された店あります。本当に、店ごとに閉店に追い込まれた、本当にクレーマーのせいでっていうようなケースもありますけど、ここではね、クレーマーをね、うちの党ね、日本法学校ではね、クレーマー養成しようということですね。つまりね、クレーマーに対抗するには、より強いクレーマーを立てるのが一番手っ取り早いんですよ。というか、これはですね、一つ言い方を変えると、これね、論争に強くなる、討論に強くなるということも言えるんですよね。っていうので、言っていきたいと思います。というのは、このクレーマーって言ってますけど、クレームって言って、これ日本では、クレームっていうのは出すことが悪いっていうイメージがあるじゃないですか。で、クレームっていうのは、いわゆる、いちゃもん付けに近いですよね。お姉ちゃん、お前、ラーメンに髪の毛入っとったやないかい、せいみせいみたいなね、こういうようなイメージですよね。なんですけどね、大事なのは、基本的なクレームっていうのは、英語としてのクレームっていうのは本来は主張なんですよ。あくまでも意見を述べることがクレームなんです。ですよね、テイククレーミングなんて言ってね、クレーミングをするみたいなね、ような使い方もします。っていうのは、これは何も邪魔をつけろって言ってるんじゃなくて、意見をしっかりと主張しろっていうことなんですよ。で、これね、難しいんですけど、日本の場合は、あまりね、自分の意見をずかずか言う人っていうのは嫌われるじゃないですか。ね、だから、まあ、そういうことはぐっと心にこらえてっていうのが大事って言うんですけどね、これ残念ながらね、民主主義っていうものを考えた時には、このぐっとこらえて我慢してっていうのは、残念ながら意見として通らなくなってしまうんです。だから言い方悪いですけど、日本ではみんながそれをね、押し黙ってね、こう我慢してやるね、忍耐性の強さがね、逆に言うとこのクレーマーの意見をガンガン通ってしまうっていうあれになってしまうんですよ。これは日本国内だけじゃないんですけど、国際社会でもそうなんですよ。例えば国連とかっていうところでの討論の場とかでも、日本人はあんまりこと言わない。特にディベートって言って、その場でバーバーとね、口の喧嘩ですよ。口喧嘩をやる。ディベートなんて本当口喧嘩ですからね。うん。まあ私もね、おかげさまでいろいろとディベートさせてもらう経験があったんで、まあそれがね、今でもちょっとこうやって喋ることができる、あれになってるのかなと思いますけど、喋り方下手やないかっていうのは置いといてくださいね。まあ一応ね、ある程度口が動くっていうのはそのあたりはあると思います。大事なのはですんでね、これね、主張していくっていうのがね、言わなきゃわからないんですよ。で、いや、で、日本っていうのは今まで、比較的そのコミュニティとかでも、共有の認識、共有の常識感っていうのはすっげーあったんで、言わなくたってわかるよねっていうのが、それが2600年、この脈々と培われてきた、この、国土、日本という、国のね、これはもう代々脈々とね、歴史は、積まれてますけど、これ国がボーンと、入れ替わって、プレートリセットになってね、文化がゴロッと変わるってことないんですよね。実際はね、他の国とかでそうあるんですよね、お城なんかも、この時期には、ローマ帝国とかに侵攻されとったんで、ローマ様式の建築になってますとかね、ヨハネスブルクなんかね、ヨハネスブルクあれか、ドイツのあれか、力が入ってとか、まあね、ごめんなさい、あんま詳しくないんです、あんまり言われないですけどね。日本ってそういうのがなかったもんで、脈々と共有常識っていうのが培われてるんで、その中で発言をするんで、何も言わなくたって伝わるよねってことが、これがいけたんですけど、今これいけないんですよね。だから民主主義っていう中では、それだと、特に全世界、国際的な民主主義ってところには繋がらなくて、これ言わなきゃ一から説明しないとね、日本人ってのはこういうふうに考えてるから、こういう理想で、こういうふうになってるんだよっていうことね、これ説明するの大変なんですよ、いい加減。英語でね。っていうことなんでね、もう皆さんでね、そういうのをね、英語メインでね、もちろん日本国内でもいろいろとね、どんどんね、言ってほしいなっていう思いを込めまして、こういうのをやっております。っていうのはね、これがね、これは、国際社会じゃなくて、日本と韓国の比較でね、よく言われるんですけど、二八の法則って言うんですよね。何か問題が起こった時に、自分に不利益が被った場合に、日本の場合は、8割の人が黙って、2割の人が、まあ、声を上げるかなって言われるんですよね。まあまあなクレームがあった場合に。よっぽど、まあまあ不利益を被った場合に。でも、それでも、日本人って、まあ、
ね、まあちょっと数万円痛むけどってやったらちょっと押し黙って、まあまあまあ全体的な、まあ、周りでそれでわーわー騒いで迷惑かけるのもありやすいとかって言って、ぐっと飲んでしまうとかね、これは何十万とか、下手したら何百万何千万とか、下手したら億単位でも飲んでるんですよね。国家単位で見てみたらおいおいと思いますけどさ、それに対してね、そう、それ2割は言うけど、つまり8割隠しちゃうんですよね。隠蔽体質とでも、これがね、海外から見てみたら逆に隠蔽対策に見えちゃうんですよ。あ、まあ、だってこんなにあったこと言ってなかったやないか、言わんとわからんやないか、なんや、いやいや、これでも隠しとんじゃうかってなっちゃうんですよね。だから言っときますけど、日本ってそんな国際社会で信用が高いと思ったらダメですよ。比較的どっちもどっちとまでは言いませんけど、嘘のつき方が違うな、韓国とかとは嘘のつき方が違うけど、まあ嘘のつき方が下手やなとは思われてると思いますけどね。ただまあ嘘をつかないとは思われてないというのが多分正直なところだと思います。英語とかでいろいろとやり取りをしてるとね、ね、日本に来て日本が好きですよという人はそういうようなことはねあまり言わないですけどね、そうじゃないという人とかとね、こういろいろとねやってるとね、まあジャップと、呼びつけにしてくるような、ところとかとやり取りやってると意外とそういうところは見えてきますけど、まあまあわかりません。好き嫌いありますからね。日本人がみんなから世界中から使えてるっていうのは、本当にそれと思ってはダメですからね、当然嫌いな人は当然います。まあ、それは別に中国とか韓国にかけるんで、逆に言えば中国や韓国や北朝鮮になって、日本人が好きだっていう、個人的に好きだっていう人がいます。まあそれが、北朝鮮とか中国の全体主義で消されますからね、個人の権利は通りませんから。そこが大事、個人の権利は通りますからね、日本は。そこは大事なんですよ。なんですけど、これがね、例えば、韓国だと逆になると言われるんですよね。一つ不利益を被るような案件があったときに、8割の人はちゃんと声を出す。で、2割の人は、まあ、黙っちゃうかな。だから2割の人が、完全にこの8割の声を上げた人に潰されちゃうっていうような、ところがあったりするわけなんですけど、いや、それが、日本人から見たらこれもう悪いことなんですよ。まあ、そんな、ちょっと不利益を被ったからって、それで弁償しろとか、わーって騒ぐじゃないですか。まあ、そんなの大人げないとかね。まあ、もう韓国って何、民度が低いなとかって言ったりする人いるじゃないですか。でもね、違うんですよ。これね、わーっと声を上げるっていうのは実は民主主義の基本ではあるんで、そういう意味では、韓国の方が民主主義国家らしいといえばらしいのかもしれません。ただそれが言ってる、根本のところが大嘘から始まっとったりするっていうのがね、これまで言われるところでもあるんですけど、まあ、それを見極めるっていうのもね、これはね、やっぱり、ね、場数踏まないとね、できませんから、ガンガンね、火の油に、まあ私もね、なんやかんやって炎上とかちょろちょろとしたりな、やってますからね。なんですけども、これね、28とまではいきませんけど、海外も大体ね、そうなんですよ。やっぱ声上げる人多いんですよ。だから、日本もね、じゃあ、いや、日本はこれを逆に黙ってる、これがいいことだと思ってたらね、本当にね、そのままね、やられちゃいます。ですので、これはね、やはりね、不利益を被ったりした場合には、しっかりと声を上げないといけません。これはクレームとしてやるんですよ。これは、今回の主張としてのクレームはね、やらないといけませんよ。ということでね、そういったところをね、しっかりと理解してね、やってたら、黙って見過ごす、というよりは、しっかりと、主張はするという。ここで押さえてね、やっていくと、少しは良くなるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ、うちのね、日本法方のね、党員の皆様にはね、ぜひクレーマーになっていただいて、しっかりとクレームを出していただくね、党員の皆さんになっていただけないな、という思いでございます。この後にね、具体的なクレーマーのロジックなんかもやろうと思いますんでね、よかったらご視聴いただきたいと思います。とりあえずこちら以上でございます。ご視聴ありがとうございました。